皆さんこんにちは、ガーナ高橋です。ここに用意したのはですね TA08 そして TB05、 本当はちょっとね TA07 も用意したかったんですけれども、今日の企画はですね TA08 と TB05 両方ともノーマルの素組み状態なんですが、これで、どっちが速いかというよりはちょっと条件が整ってないんですね。条件はこれもう1年以上前かな、これ組んで結構やれたりボロくなったりしてます。この状態と最近組んだばっかりの TA08、これを同じ条件で比較しても、正直こっちが速いに決まってるんですが、そのタイムじゃないところですね、特性としていいところとか悪いところとか、実際タイム測って、タイムは出るとは思うんですけども、この08がどう優れてるか、どういうところがウィークポイントがあるか、TB05 のいいところ悪いところというのも含めて今日はちょっと実験をしていきたいと思うんですが、私一人だけだとですね、ちょっと性格でもないっていうんで、ラジコンがまあまあできる助手に来ていただきましたので、私だけの意見じゃなくてその彼の意見も聞きながらこの2つを走り比べしていきたいと思います。よろしいですか、岡崎さん。はい、岡崎さんもラジコンしますか。してますよ。しますか、はい、じゃあ岡崎さんとこれ一緒に走って、なるべくねこれ今ね実は条件を近づけるのにモーターの KV ですね、これを今完全に合わせました。ただアンプがですねこっち SR ですね、 04SR、 これが 03S なんですね。この時点でちょっとねフィーリング差あるんで、もともと新車じゃないと多分意味はないので、なるべく近いところには持っていきましたけど、一応タイムの参考ということでね。岡崎さんもこの2台ちょっとやって、はい、僕も意見としてお話しますけども、岡崎さんも屈託のない意見を、はい、こういうところいいなとか、はい、早いなとか、はいはい、岡崎さんは僕のタイム抜けるといいですねはい、頑張ります、はい。ボディはこちらもう全部に今ボディをね合わせましたので、同じ条件 で今ちょっとタイヤの条件が違いすぎるので、最初 TA08 を使って走ります。でその後このタイヤを TB05 に移植して、それで走ってみて、そのフィーリングの違い、タイムの違いなんかを踏まえながらお話したいと思います。いきましょう。はい これつなぎますからね。はい、わかりました、はい、バッテリー的にはね条件は近いと思います。はい、はい、小田さんラジコンってしたことあります？ありますよ。あります。だってに4年ぐらいやってる。あ、本当だ。4年もやってます。はい、分かりました。じゃあどうしましょう。ちょっと5周ずつぐらいタイムアタックしましょうか。はい、で、やっぱ結構頑張ってね、限界で走れば、はい、まずこの子の特性ってのが分かると思うんでね。はい。はい、じゃあやっていきましょう。分かりました。はい。で1周流してあと5周いきますね。はい。このやっぱしなやかっすわ、岡崎さんこれ。ああ、やっぱそうですか。あ、しなやかっすわ。おお、おお、走ってますね。いきます。はい、アタックです。危ねえ。危ない。やっぱ今までの TB05 とか07と比べてね、はい、スキーの動きは全然違うね。そうですね、やっぱ軽快ですよね、うん、動きが、うん、軽快なのと切り返しが速いのと曲がり方ちょっと違うけどね、やっぱりね。ああ、はいはいはい、ラストですね、はい、これが。おお、一番決まってない。これいいんじゃないですか、これ。申し訳ないけど、岡崎さんこれ抜けないですよでもフィーリングもよく伝わりました。はい、はい、じゃあ、岡崎さん僕の番です。あー、でもやっぱ動きが軽いっすね、07に比べて。もう軽いよね。失速感も少ないです。僕も岡崎さん、あれですよ、無理してインプレッションしながら走らなくていいですよ。集中した方がいいですよ。はい、頑張ります。はい、バイバイ。おお、おお、結構ラジコンやったことありますね、岡崎さん。はい、ありますよ走れるじゃないですか。僕何気にあれですよ、一応、はい、ワーチャンで、はい、
し優勝したことがあるんで一応。マジ、はい、そんなことあったっけあったね。あ喋らない方がいいっすよ喋っちゃうといけないっすわ。おお。でもね岡田さんこれじゃ僕のタイムいけないっすよ。くそーラストや。これがこれラストですか。はい、はい、危ねえ。なるほどなるほど。じゃあタイムを見に行きましょうか。はい、3番ですね岡崎さん。はい、3番です。はい、3番。あれ、はい、ですね負けてますね普通に。ですね、だいたい同じようなタイム出ますね。はい、岡崎さんもだいぶ早かったじゃないですか岡崎さん早いじゃないですか。僕の 0.02 秒落ちですか、0.05 秒落ちぐらいですか、はい、でもアベレージが僕揃ってるんで4-4で来てるんで。岡田さん7-7-6-4。岡田さんこれベストラップ勝負って言いましたんでいやでもレースは5分なんで。あ、本当ですか、はい、うん、本当ですか、まあ、よく頑張りました。すごい早いですよ、はい、自慢していいですよ、はい、高橋さんの 0.05 秒落ちで走りましたって自慢していいですよ、はい、じゃあ次 TB0 行きましょう。はい、タイヤ付け替え終わりましたね。はい、はい、そしたらボディを乗っけていきましょう。はい、じゃあ今度はあれですよ、先行岡崎さんでいいですよ。あ、いいですか。あ、いいですよ。あ、そう、さっき電池がちょっと、ね、あ、そう言われると嫌なんでだいぶ動き違いますか。あ、全然違いますこれあ、やばいかもしれない。でもなんかザ・ツーリングカーって動きはしてるねこれまでの。そうですね、うん、スタートです。おー、ずいぶん違いますね。見てて分かりますね。失速感自体はでもなさそうですね。そうです、失速感はあんまないんですけど、うん、やっぱ08の方がちょっと剛性感がないので、はい、固めですねこっちは、うん、あ、だいぶ動き違いますねやっぱり。そうですね、走ってる側もちょっと、はいはい、これファイナルラップぐらいですかね。ファイナルラップです、はい、やばいな、うん、これやばいですね岡崎さんおお、資金はちょっと切れてきました。あーいはい、じゃあ続いて僕やらせていただきます。ベ、はい、ストラップ勝負なんでねあの動きを見たいんでちゃんと、はい、おお、だいぶ違いますよ。だいぶ違うね。そして俺のプロポ使ってなさすぎてこれカスカスですねこれうわ全然違うね。あの初期の入り込みが違うっすよね。そうっすね。ああ、まあ、ハンドルはスパンと楽に切れるのか。でもこっちね、そうですね、まあ、切らないと曲がり込んでいかないってのもあるね。そうですね、うん、さあ4周目と後がなくなってきました。これファイナルラップ、もう一回、もう一回、もう一回あります。これも捨てるわもうもうラスト1周じゃん、はい、次にかけます。はい、ありがとうございます。いきます。おお、でも悪くない。あー、ちょっとはらんだ。はらむねー。あー、はらむねー。あー、厳しいなこれ。あー、厳しいな、厳しいなこれ。負けたかなでも、まあ、とりあえず勝ち負けは後で分かりますけど、動きは分かった。動きは全然違う。動きはだいぶ分かった。 TB05 のいいところも悪いところも含めてだいぶ分かったんで、まずはちょっとタイムを見に行って、その後ちょっと2人で、はい、2社の違い、はい、話していきましょうか。分かりました。行きましょう行きましょう。なんと、はい、私が悪いんですが、なんか、今走ってらっしゃる方と被っちゃってて、はい、タイムは取れてません。じゃあ岡崎さん、はい、2台走らせましたけど、はい、どうでしたか。まず、うん、ちょっと僕から言っちゃうとあれなんで、岡崎さんの方から聞きます。わかりました、はい、まあ、まず TA08 の方からですね、はいはいはい、やっぱ08は、うん、シャーシがめっちゃ柔らかいんで、うん、初期の入り方が、うん、もうガッてこう入ってくるような、はい、表現力なくてすみません、はいはい、ガッて入ってくるような感じですね、はい、イン側に、はい、そして立ち上がりもスムーズで、はい、そして、失速感もなく、うん、いい感じです、うん、なるほど。やっぱ最大の特徴はコーナーの入り方かな、うん、あと軽快さも全然08の方がありました、はい。
じゃあ05ですね。はい、TD05 どうですか。05はですね、初期のこの入りが08に比べて硬いんで、やっぱ中には入ってこなくて、うん、ちょっとハンドルを多めに切らないと入ってこないっていう感じです、うん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 、やっぱシャフト車なので立ち上がりはこっちの方が僕はあると思います、うん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 、そんな感じです、はいはい、素晴らしいインプレッションですね。ありがとうございますですね、僕、はい、じゃあ僕話すると、はい、やっぱね、まあ、どっちがどっちというよりも、はい、比べちゃうと戦闘能力、単純な、はい、戦う力っていう意味ではやっぱね、圧倒的に08が高いなって。あ、まあそうですね、うん、その戦う力ね、はい、ベストラップがどのとか運転の楽さっていうと楽なのはね、05めっちゃ楽だった。ハンドルをパカンと、まあ、曲がんないから切っちゃうんだけど、切ったとしても車止まんないね。ああ、そう、うん、はい、車止まらないからイージードライブだなとは思う。ただし曲がりに関してはやっぱりね、ある程度見切ってこのコースを例えばね、はい、こう練習しましたと、はい、その上で、あ、もうこのコーナーはこの辺でハンドルを切っちゃわないといいところ持っていけないなっていうのが必要かなと思った、はい、うん、ある程度見切りね、はい、ところが08はもうとにかくハンドル切ったとこそのまんまそこで反応するから、はいはい、うん、まあ、極端に言うと初見とか初めてのコースレイアウトでも、まあ、ちょっとその動きコースの動きさえ慣れちゃえばもう自分のイメージ通り走らせやすいかなと、はい、まあ、逆に言うとやっぱりね、慣れてない人からするとナーバスな点はあるかなと思うね。あ、まあ、結論で言うと、まあ、今ねこの TB05 プロ08プロ両方ノーマル状態だけど、はい、やっぱね戦闘力はね15じゃ高いですよ。そうですね、高いです。高い、やっぱ岡田さんもそう思いますか。はい、やっぱこう細かい切り返し ね、初期も動くし試験で分かりやすいけどね、やっぱりこう切り返しでも、あ、まあそうです、うん、自分のハンドルの打角と同じそのまんまの動きしてくれるっていうか、やっぱねこれも TB05 だとどうしてもね見切りが必要になってくるから、あ、うん、なんか本当やっぱこれまでのツーリングカーの動き、はいはい、うん、人の動き、まさに走ってるのを見てても動きは全然違うなって分かったから、まあ、ベストラップ自体はね多分ねそんな変わんないんだろうなっていう気はするけど、はい、でもねやっぱね戦えるマシンだなと、そうですね、うん、思いましたね。はい、はい、そんなわけで岡田さん締めていただいていいですか。まあベストラップは、はい、まあほんのちょっと負けましたけどほんのちょっと負けなんですけど、はいはい、本当に08は初心者の方がこう組んでそのままコースに持っていってもさらにレースに出ても戦えるっていうマシンだなと思いました。ただやっぱ言うと08はちょっとなんかこう今までのこう05とかそういうところにはないなんか組み方があるので、ちょっと初心者、めちゃめちゃもう超初心者の方は少し組むのが難しいのかなと思います。素晴らしいまとめです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ一応 TA08 VS TB05 ということで、まあ本当岡崎さんの言った通りだと思いますので、 ありがとうございます、まあ、ナーバス点はありますけども、はい、戦闘力が高いということで、そうですね、結論でよろしいでしょうか。はい、じゃあせっかくまだ時間もあるんで、あそこに TT02SR があるんですよね、はい、それもちょっと TA08 と対してみましょうか。今から SR を、はい、このタイヤまた履き替えて、はい、SR をタイムアタックして、はい、ちょっとやってみましょうか。わかりました。はい。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。